吉原です。今回はリクエストをいただきましてサウシードッグさんのコンタクトケースのイントロを耳コピしていきます。あくまでも耳コピなのでご了承よろしくお願いします。で、このチャンネルはさまざまな曲のイントロを紹介しています。弾き語りの時などに使っていただければ嬉しいです。で、今回カポは2フレットについています。で、おそらく U フレットさんではデフォルトではカポが4フレットになっていると思いますので、もしね、このカポ2フレットでイントロを弾いてそのまま弾き語りで続ける場合は U フレットさんのカポの設定をカポ2に合わせてください。それでは早速やっていきましょう。はい、それではやっていきます。まず初めのこの部分、ここは E を交差します。そして6弦から1弦まで全てジャーンと弾きます。そして1弦の開放弦、すぐにハンマリングで1弦の2フレット、プリングで1弦の開放弦、2弦の開放弦、3弦の1フレット、そしてもう一度3弦の1フレット、ハンマリングで3弦の2フレット、そして2弦の開放弦、1弦の開放弦、2弦の開放弦と続けます。で、この部分なんですが、初めに鳴らした E の音、もうこれはずっとこのまま押さえっぱなしにしておいて、あとは小指だけで、やると、初めに弾いた音が最後まで残っていて、音が綺麗につながります。この部分、ゆっくりと押します。次の部分。ここは B を交差えます。そして5弦、4弦、3弦、2弦を同時に弾きます。そこから4弦の4フレット、1弦の開放弦、3弦の4フレットと弾いてから小指で2弦の4フレット、そして薬指で3弦の4フレット、そこからスライドで3弦の5フレット、そこから C ディミニッシュを交差えます。そして4弦、3弦、2弦、1弦を同時に弾きます。この部分、ゆっくりと押します。次の部分、ここは C シャープマイナーを交差えます。そして3弦、2弦、1弦を同時、そこから1弦7フレット、ハンマリングで1弦9フレット、プリングで1弦7フレット、2弦の9フレット、3弦の9フレット、次に F シャープを交差えます。そして4弦の8フレット、3弦の6フレット、2弦の7フレットと弾いたら、2弦の7フレットをもう一度弾いてスライドで2弦の9フレット、この部分ゆっくりと押します。最後の部分、ここは A を押さえます。そして4弦、3弦、2弦、1弦を同時、そこから中指を離して2弦の9フレット、3弦の9フレット、4弦の11フレット、スライドで4弦の7フレット、そこから中指で4弦の6フレット、そしてスライドで4弦の2フレットと弾いたら、次に A を交差えます。そして6弦から1弦まで全てジャーンと弾きます。次に B を交差えて6弦から1弦まで全てジャーンと弾きます。この部分、ゆっくりと押します。
それでは初めからゆっくり通します。いかがだったでしょうか。コンタクトケースを弾き語る際にはぜひこのイントロも弾いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。